フィオル、さっきの君は？うん、彼、もう大丈夫。ガード！すまない、カルナ。俺はいいの、もういいのよ。こうして戻ってきてくれただけで。エギルの支配下にいた時、分かったことがある。エギルは悲しみの連鎖を断ち切りたいと願っていた。たとえ今多くの血が流れようと、その先に新しい世界が訪れるはずだと奴は信じていた。だが、その目的はいつしか変わってしまった。奴は単なる復讐者だ。エギル、行け。行くんだカルナ。二度と俺たちのような人間を生み出しちゃいけない。すぐ戻ってくるからね。それまでごめんなさい。喉乾いてるだろ。飲めよ。すまん。死ぬんじゃねえぞ。エギルをぶっ飛ばしたらその体見てやるからよ。ホームスのお前がか。とても医者には見えんがな。腕のいい医者知ってるんだ。マシーナのだけどな。ああ、待ってるよ。おい、お前、名前は？ラインだ。そうか、ライン。カルナを頼む。